クッキーです今回ご紹介するのはこちらの新世界という冊になります、えー、こちらの本で語られているのは例えばオンラインサロンだったりクラウドファンディングだったりそして新しい価値の作り方といったらいいんでしょうかね、えー、まさに今こういう知識を持っていないと例えばあなたがこれから自分の好きなことをやろうと思っていたりとか自分の好き,な好きなことを仕事にしたいとかあとはこう子供ですねお子様 子供あなたの子どもが生きるのはこれから生きるのはこういう時代ということですのでこういう前提を踏まえて話さないと全然違う価値観のもとに子どもと話すことになってしまうのではないかなと思うしそれは非常に危うい可能性がこれからはあると感じた一冊ですね。でですのでまず自分ががあなたが今ここういうういい時代だということを 知るためにとっても最適な一冊じゃないかなと思いました。もしかすると好みはね、あの著者の好みはあるかもしれませんが内容はピカイチだと思いますので、ぜひ読んでみてください。とってもおすすめです。メイザブックビビズユー。